天軸味が存在する。胸部には鱗がなく、体側面では鱗の帯を隔てて、胸びれの基底部にも無鱗ロがある。頭部は丸みを帯び、口はシャイに存在する。両角には小さい歯からなる歯列が存在し、その幅は前方で広くなる。上顎外側には比較的大型の歯が不規則に連なって存在する。 大型個体では下顎にもこの大型葉が存在する。エラ葉数は26から30、椎骨数は24である。体色は背部でオリーブグリーンで、腹部では銀白色や黄色を帯びてくる。第二背びれの基底部に沿って小さな青色から黒色の縁が存在する。おひれ上用と背びれ南上部は暗い青色、尻びれは黄色で、土質部長端は白くなる。 吹雪と胸びれは黄色である。災害には普通うっすらと暗いブチが存在するが、ブチが全くない個体もいる。インド洋、西部太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。インド洋では、西部では南アフリカやマダガスカルで、北方ではアデン湾、インド南岸などで報告がある。インド洋東部では中国や東南アジア、インドネシア、 オーストラリア北部で見られる。太平洋では生息域はパプアニューギニアから北に、台湾や日本、韓国、東はニューカレドニアやフィジーまで伸びる。日本では和歌山県や琉球列島以南の南日本で見られる。生息域の全域で、沿岸域でよく見られる。オーストラリアやソロモン諸島、フィジーで行われた調査では、幼魚がエスチュアリーでよく見つかった。 生魚になってもエスチュアリーに止まることはあるが、ワインや、旋回の珊瑚礁や岩礁へ移動することもある。本種の植生、多種との相互関係、繁殖や成長についてはほとんど情報がない。フィジーで行われた調査によれば、本種は、カタクチイワシ科の台湾外の小イワシ族の一種を捕食することがあるという。また、インド南岸での調査では、わらじ虫目の寄生虫。 ウオノエが本種の高校内に寄生しているのが見つかった。本種は漁業において重要性はほとんどない。本種単独での漁獲量の統計も取られておらず、普通は他のアジカ魚類と区別されず処理されている。トロール量やハエナワ量において混獲されることがある。釣りにより漁獲されることもあり、食用となる。ありがとうございます。